ラフラボ MC のアートプレス式です。よろしくお願いします。そして今回のゲストは、廃材再生士の梶誠也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梶です。お願いします。それでは先にこの番組を簡単に説明だけさせていただきたいと思います。ラフラボは芸術を楽に楽しく身近に感じてもらうことをコンセプトとしておりまして、ゲストに幅広いジャンルでアーティストを迎え、作品の紹介や制作や活動に関する質問、プライベートのお話など様々なお話を聞いていく芸術応援バラエティです。過去にもいろんなアーティストさんがご出演しておりますので、アーカイブから気になるジャンルやアーティストさんがいらっしゃいましたらチェックしてみてください。そして今うちにね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、それでは早速なんですけれども、カジさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。自己紹介いただきたいんですけども、よろしいでしょうか。お願いします。あ、大丈夫でございます。私は、木材の廃材を使って、動物を作るという、アーティストをしている廃材再生士の梶誠也と申します。よろしくお願いします。お願いします。後ほどね、作品も 見させていただきながらお話聞いていきたいんですけれども、本当すっごいもう、おそらくなんですけれども、めちゃくちゃ大きい作品がいっぱいあって、小さい作品もやられてるなーっていうのもあったので、そこら辺も聞けたらなと思うんですけれども、最初になんですけれども、カジさん、はい、活動し始めたきっかけっていうのをお聞きしたいんですけれども。はい、きっかけは大学生の頃に、他の学科で、建築の学科で家具とか椅子を作るような授業があって、でその人たちはまあね、デザイン性の高い家具とかは作るんですけども、その傍ら余った材料とかはポン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 捨ててしまうんですね。でそれがコンテナに山積みになっている木材を見て、これは少しもったいないなと感じたところから、まあ、自分は生き物が好きなので、作品として作ってみようかなっていうのがきっかけでした。あ、そうなんですね。でも当時は家具とかも梶さんは作られていたんですか？え、私はまた別の学科だったので、それは作ってはいないんですけど。あ、そうなんですね。でその木材を調達して、で最初作ってみたっていうので、最初に作った作品とかは大きさちっちゃいやつから作ってみたとかなんですか？いや、その時もなんでか鹿を作りたいなって思ってしまって、本当実物大の鹿で、はい、竹だけ収納を作りましたね。あ、そうなんですね。あ、すごいっすね。ちょっと制作の話とかも聞きたいんですけれども、なんかちょっとこうご活動の方を拝見させていただいて、開会危機の所属されてるじゃないですか。そのなんか所属した経緯とかもお話聞きたいなと思うんですけれども、はい、そうですね、まあその大学の時どうしようかなっていうのはあったんですけど、そうですね、まあ自分の専攻してたジュエリーとかの制作っていうよりかは、やっぱアートの方面の方が向いてるかなっていうところと、ぶっちゃけまあお金良かったんですよ、給料が。なのでその辺も含めて、一回関東というかね、埼玉ですけど、行ってみるのはいいかなと思って、修行の意味も込めて行ってみました。あ、そうなんですね。そしたら入ってみて、あ、なんかもうすごい楽しいとかワクワクするとか、これ得れたなっていうところってたくさんあると思うんですけれども、なんかその中でこうエピソード残ってるのがあったらお聞きしたいんですけれども、あったりします？まあ、あんまり言いづらいところもあるんですけど、ただまあすごい、まあね、トップやっぱね、アーティスト、その現代アートの中でトップ走られる村上隆さんなんで、意識はすごい高くて、でやっぱ質も高いですし、でその分やっぱりここを追求されるんだなとか、いろいろ、まあ、展示に関することだったり作品に関することだったり、あとアートの考え方っていうのもやっぱりいろいろ学ばせてもらったなっていうのは思いますね。ああ、そうですよね。すごい近い距離でいられるともビシビシ伝わってくるものもありますもんね。トンカジさん、町おこし活動みたいなこう大きい土地をカジエンナーレでいいんですかね。はい、やられてたりされてて、そういったこう町おこしのご活動とか、あと企画の個展というんですかね、アートカフェアット跡地みたいな
大きい規模の企画とかもされてたりすると思うんですけれども、なんかそういうものをスタートするきっかけだったり、どういうふうな構築の仕方をしてるのかなってお話もちょっと聞けたらなと思うんですけれども、町おこしについてとかはどういった経緯でスタートしたりしたんですか？私がその開会基金にいた時に、まあ、ちょっと大学の時にお世話になってた地域の方から、空き家を改装してギャラリーを作りたいんだけど、そういう仕事をしに来ないっていうようなお誘いをいただいて、で、そこから、まあ、いろいろと調べていったり、こう、お話聞くと、やっぱ地域おこし協力隊っていうような制度で、仕事してほしいっていうことで、で、そこから、まあ、その土地をっていう今、活動してる地域に来たんですけど、まあいろいろ、まあ基本の事業としてはアートで地域を盛り上げるっていうようなコンセプトで仕事、活動してほしいっていうことだったので、まあやるからにはやっぱ面白いこといっぱいしていきたいなっていうのを、うん、イメージしつつ、そういう、先ほどおっしゃってた、その、まあ家事園のあれだったりとか、アートカフェっていうのも、やってましたね。そうなんですね。もう規模もすごいじゃないですか。その、カジエンナーレはもうスタンプラリーとかもやられてて、その街というか、その地域全体をこう、暗夜して楽しめるみたいな感じの、だったりするじゃないですか。ああいうのもいろんなところのこう、協賛とか、サポートとかがあって実現とかされると思うんですけれども、まあなかなかこう、裏の話って、できるとこできないとこあると思うんですけれども、お聞かせいただける範囲でいいんですけど、どういう感じでこう、進めていったり、その、なんていうんですかね、協力していただける場所が広がっていったりしたのかなっていうのがすごい気になってて。まあ、土地を家事園のあれに関しては、協力隊で一番最後の活動として、皆さん、地域の皆さんに恩返しっていう形で、やりたいなと思ってたイベントで、で、その、まあ、協力隊3年間やってきたんですけど、その間にお世話になった飲食店の方とか、地域の方たちっていうところに、まあ、ちょっとご協賛もいただきながら、こういう活動し、イベントとして打っていきたいんですっていうご相談をした上で、皆さんへの、まあ、地域への恩返しになるようなイベントに絶対してみせるので、開催させてくださいっていうところで、あとは、まあ、地道に、その、まあ、作品の設置だったりとか、で、設置に関してもやっぱ手伝ってくださった方は多かったですし、いろいろと、まあ、ご協力いただいた人たちにも感謝しつつ、いろいろしていきましたね。なので、まあ、予算面がやっぱり一番きついところだったので、まあ、協賛もいただいたんですけど、ほとんどが、駐車場整理の人員、そういう誘導員の金額にかかってしまったりとか、その協力隊の予算も全然なかったので、まあ、うまいことやりくりと、人にお願いしながら、ギリギリ開催して、なんとか終わったな、っていうようなイメージでした。やっぱり町おこしってなってくると、結構そこら辺がシビアだって難しそうだな、って印象はあったりしますもんね。また、大きいですもんね。規模が全然違いますもんね。作品自体もそうですし。そうですね。大きい規模にした理由としては、その、芸術祭、大地の芸術祭っていうのが新潟県であって、そこにちょっと出たいなーってか、出れなかったから、じゃあ自分でやっとろうかなぐらいの感じで。ああ、なるほど。でも、そうすると結構、そうですよね。ボリューム感は間違いなくないと、マストでないとダメってなりますしね。そうなんですよね。なるほど。そうなんですね。なんか、アートカフェ、あとアート跡地ですよね。大きいやつとかも。やられてて、あれとかはこうどういったこう構築の仕方だったりゴールに向けてこうやられてきたりしてたんですか？そうですね、まあ、企画立てた段階で今その時借り入れた倉庫が体育館ぐらいのサイズだったので、これめちゃくちゃ、大きい作品とかいっぱい飾れんべと思う、うん、でそうですね、まあ、どういうまずどれぐらい期間開催するか、でそれに向けてじゃあどれだけ人来る見込みでグッズ発注したりとか、その飲食の方でコーヒーとか出してくださる方見つけたりとか、で費用面は自分の持ち出しで今回やったので、まあある程度グッズの方で利益がある分は当てたんですけど、半分ぐらいしか回収できなかったなっていうのもイメージありますし、
あとは、そうですね。告知は今回、紙媒体よりかは SNS の方で告知したっていう形だったので、インスタグラム広告打ったりとか。で、あとは地道にちょっと、学校の後輩とかにお願いしながら、して開催したって感じですね。なるほど、なるほど。SNS の広告は結構効果感じれました?体感として。そうですね。なんか一応、今回の範囲としては新潟県内にまず打ってみたっていう形なので、実際その広告を見て来てくださった方がどれだけいたかっていうのはちょっと聞けなかったんですけど、ただ、ツイッターの方で、宣伝した分もあったので、なんか県外、例えば、長野、山形、埼玉、栃木、群馬、大阪、福島とかっていうところで、結構遠くから足運んでくださった方多くて。はいはい。はい、嬉しい反響が結構多かったですね。そうですね、素晴らしいですね。いや、でもやっぱ SNS は大事ですよね。今の時代はもう、情報拡散というか、宣伝は SNS 活用しないとっていうのもありますもんね。なんか、この宣伝、そうですよね。で、宣伝でちょっと、普通にお話聞きたいなと思ったのが、こうメディアとかにご出演とかされてて、こう今まででこう得たこと、ご自身での SNS 発信とは違うじゃないですか、またメディアっていうのがあると。それでの出演で良かったなっていうところとか、これは結構プラスにかなり働いたなみたいなメリットみたいなところとかお話聞けたらなと思うんですけど。そうですね。まあテレビ出演ってなると、特にこういう、地方というか、テレビ出てたね、みたいなところで、結構、お声掛けいただいたりとか、うん、あとはそのテレビ、その規模、全国なのか、地方のね、局なのかにもよるんですけど、でも、見ていただいた方が、その SNS 気になって、覗いてくれたり、フォローしてくれたりっていう効果もありましたし、何分なんかテレビに出ましたとか出演しましたよっていう歌いがなかなかいいなっていうか、ちょっとね、自慢できるっていうかね、そういうところで自分の情報も広げられつつ、ちょっと吐くっていうことじゃないですけど、実績になるかなっていうぐらいはありましたね。やっぱそうですよね。なんだかんだこう YouTube がどうだこうだとか、YouTube 番組やらせていただいてますけど、こうテレビが衰退してきたっていうのを聞きますけど、やっぱテレビに出たってなると、うわ、テレビに出た人なんですね、すごいって絶対なりますもんね。ちょっとだけ作品紹介のように一点だけちょっとお聞きしたいんですけれども、なんかもう大きいじゃないですか、はい、もう人が登れるぐらいの大きい作品を作っていて、でそれとは別になんか平面作品も見させてもらったんですよね。素材をの魅力を表現するみたいな作品とかも作られてたと思うんですけれども、なんかもう立体の大きい作品と、その動物の作品と、その平面の作品って、どのようなこう違いがあるんですかね、このスタンス的な意味で、こう、内面的な。ああ、そうですね。基本私、まず平面が苦手なんですよ。絵描けませんね。なので、立体の方が得意なので、こう、手を動かしながら、こう、この裏側はじゃあこれつけるかって感じで、動物は作れるんですけど、平面に関しては、その一方向から見たものでしかその裏側を表現できないっていうところが難しさがあるので、なので今私が作ってきた平面作品では、結構甘えたというか、模様でごまかしたみたいな、テクスチャーとして作った分、絵ではなくて、そういう模様とか、そういうパターンという、にしてみたっていうところがありますね。ああ、なるほど。やっぱり本当にその素材感を見せるっていうところに注力したっていうところですよね。そう。たまたまなんですけど、私の画力こんな感じです。ツイッター見ました。いや、むしろ、ね、もう一周回ってすげえってなりそうな感じですよね。待ってくれるとね、いいんですけどね。そうですね、そうですね。ラフラボカメラの中心からずっとぐるーっと回れるように見えるやつで、むしろこれがあるからこそ、もうより展示会に行ってみたいという方も。いや、そのカジュさんなんですけども、皆さんお待たせしました。ね、作品の方。
今回は動物の作品を見ていきたいと思いますので、今回3点ですね。著作品目から紹介していきたいと思います。まずはこちらの作品です。ヒモロギ、ございますね。こちらの作品、ちょっと聞いたところによると3、4メーターぐらいあるみたいな。はい。そうですね。結構サイズ感、まあ、モチーフは山犬とか狼にしてるんですけど、コンセプト的には、山とか岩の神みたいなところで、そのよりしろとして、制作したっていう背景があります。なるほど、なるほど。この作品自体は、こうなんか制作するきっかけみたいな。これがあったから、この大きさのこのヒモロギを作ろうって思ったこととか、そういうポイントとかあったりしたんですか？そうですね。きっかけに関しては、まあ、私はいつも、実物大の作品、動物のね、リアルサイズを作るっていうスタイルでやってるんですけど、ヒモロギに関しては、ぶっちゃけ、まあ、某ジブリ作品の、もののけ姫、某もののけ姫の、漏れ中の漏れがすごいですけど。あんまり公言できないかなと思ってはいるんですけど、あそこに映ってる山犬にまたがってる姿を自分も体感したいなっていうところが、まあ最初のきっかけで、その後からいろいろ調べていったら、山の神だったのかとか、いろいろそういうふうなのがあって、なおさらこう、作る意欲が湧いて、実現したって感じですね。そうなんですね。今、人をまたがれるっておっしゃってましたけど、それこそツイッターの方でも見させてもらったんですけど、おばたのお兄さんが乗っていたっていう作品ですよね、まさに。あ、そうです、そうです。すごいっすよね。まあ、なんでおばたのお兄さんが乗ってなんだろうっていうのも気になるんですけれども、まあそこはちょっといろいろ置いといて、作品のことにちょっと聞きたいんですけれども、作品、そういうと、強度というか、人が乗っても全然平気っていうことですよね。そうですね。私が作ってる時、その人が乗ってる理由としては、これだけの重量を、例えば人が乗っても、全然大丈夫ですよ。強度がありますよっていうアピールで乗り始めたんですよ。あれでも、支えとかないですもんね。普通にポージングで4足で支えてるってことですよね。あ、そうです。支えなしの4足で、支えてるんですけど、まあ、実際そのなんで強度あるかって言われたら、あれはもう動物の、なんですかね、その、生態的な仕組みとして、強みがあるんじゃないか、その強度があるんじゃないかっていうのを最近は、ひしひしと感じてますね。なるほど、そのバランス感覚っていうのも、そこに到達するってことですよね。理由としては、その、動物のバランス感覚があるから、その人体工学というか、まあ、動物の形とかもちゃんと、計算してしっかり作っていけば自然と4足立ちするし自立するし重なんですか重さも分散してちゃんと人も乗れるみたいな感じなんですかね。あ、多分そういうことだと思います。結構本当に、うん、こいつ、じゃあそういうか作るときって結構じゃあそういう資料とか見たりするんですか？狼とか。あ、そうですね。まあ架空のものであればそれに近しい動物に寄せますし、ヒモロギは、まあ、山犬とか狼だったので、狼の骨格の、画像を A3 で出して、で、それを実際に作りたいサイズ感の比率で、その骨を計算した後、まあ、その骨の防材を組み上げて、で、そこにまた肉付けしていってっていうような流れでやってるんで、結構資料とかは、紙で出しながら見て作ってはいますね。あ、そうなんですね。やっぱでもそうですよね。資料ないとは難しいですよね。普通に考えて。そうなんですよね。まあさっきお見せした感じで画力はないんで、自分でやっぱそういう画像、まあ、ね、印刷出して作るっていう方が結構。そうですよね。なるほど。いや、じゃあちょっと2つ目の作品の方も聞いていきたいんですけれども、はい、2つ目の作品はこちらです。ザトウクジラですね。こちら、大きさがもう、半端なくないですか？人こんなじゃないですか？写真で。そうです。これって、ちょっと下世話の話になっちゃいますけど、見た瞬間にちょっと思ったのが、はい、制作費用みたいなのってどうなっちゃってるのかなと思ってて、他の作品もそうなんですけれども、これに関して大きさやばと思ってて。そうですね。サイズは約20メートルなんですよ。ほんと20メートルで。
で、あの、まあ、お腹の中に人が立って入れるぐらいにはサイズ大きいんですよ。で、あれの制作費ですよね。全然答えられるんですけど、ただ、あの、その時に作った状況的には、協力隊、その、さっき言った協力隊だった時期で、自分の、まあ、生活が保障されてる時で、予算自体もその協力隊の予算で、あの、あれはある意味、その、協力隊の事業の一つとして、あの観光名所というかフォトスポットかを作ろうみたいな、あの事業のやってたので、ぶっちゃけあれ作るの多分10万かかってないっす。そうなんですか。そうなんです。あの、まあ材料自体はね、その廃材なので、あ、まあ、あの工務店さんからいただいた材料を組み上げてるんで、あのいるのは金具類とかビスとかネジですねとかでしたね。ただぶっちゃけ今作れって言われたら、もう結構数千万単位でいただかないとちょっときついので、あのいろいろと、うーん、なので、まあその当時だからできたっていうのはあります。じゃあなんか変な話ですけど、ラッキーですよね、作ってもらえたところは。あれ、あ、まあ結構そうやってあの地域の方たちも喜んでいただけましたし、あの見てる方もすごい、あの、よかったね、あ、すごいねって言ってくれて多かったですね。はい。いや、でもやっぱいろいろタイミングですよね。タイミングと物事、こう、全部がハマった時にできるってことですよね。そうですね。いや、この作品って制作時間とか、どのぐらいの時間というか期間ってどのぐらいなんですか？そうですね。まあ、あの、結構間が空いたりとか、その間でちょっと別な仕事もしてる分、期間で言えば、あ、でも半年ぐらい空いちゃったのかなって感じはするんですけど、ギュッてしたら多分3ヶ月かそのぐらいだと思います。あれって、外で作られてるんですか？組んでいくんですか、もうその場で？あ、そうです、そうです。あの、ほとんど外なので、晴れた日しかやれませんでしたね。雨降られるとちょっときついので。そうですよね。雨降りそうな時はシートかけて、っていうか制作以外の時はシートかけておくって感じなんですか？いや、もうでかすぎて一人でシートかけられなくて。そうです。あ、そうでした。そう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 。え、じゃあ、雨ざらしで。はい、そうです、そうです。あ、でも結果的には雨ざらしになるからっていうのもあるんですかね。でもなんか木って水含んだりするとこう伸縮するじゃないですか。あ、うん、乾いてとか、そういうのって制作中でこうなんか不都合とかあったりしないんですか？いや、そういう、もうあのサイズになったら結構細かい話になるので、その辺はだからもう一層、まあ、元々で材っていうほどあるんで、あの元々朽ちかけてるような、はい、材料になるので、うん、あんまり気にせずにもうポン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 、あのつけて切って外してみたいな感じでやってはいました。あ、そうなんですね。なんか、そっか、20メートルですもんね。んなことは関係ないぐらいのサイズですもんね。そう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 。なるほどね。いや、ちょっと貴重な話も聞かせていただきました。ちょっと最後の作品になります。最後の作品はこちらでございます。マゼランペンギンでございますね。これは打って変わってというか、可愛らしい。もう等身サイズですかね。あ、そうです。まあ、奥に映ってるペンギンとかと一緒のサイズですね。そうですよね。こんぐらいのサイズ感になると、その大きいやつとはまたちょっと勝手が違ったりするんですかね。そうですね。あのペンギンぐらいになると骨格はほぼいらなくなるとか、あの再現する方がちょっと大変になるので、あのざっくり形、あのボリューム感を出した後にディティールで、あの仕上げていくっていうような作り方にはなってますね。なるほどなるほど。なんか大きい作品と、この小型作品っていうんですかね、中型小型作品ぐらいのところでこう大変なところってあったりするんですか？小型作品の大変なところみたいな。そうですね、まあ大きい方が楽なところと小さい方が楽なところってちょっと違ってきてて、大きいものに関してはまあ物量感で迫力が出るので、細かいところってぶっちゃけあのそこまで手入れなくてよくなるんで、うん、でもあの大きい分作るのが大変、時間もかかるっていうのがあって、で小さい作品は作る時間とか手間はあの大きいのに比べたら断然少なくはなるんですけど、ただあの小さい分よくこういう風な感じで見られるので、あの細かいところも気抜けないっていうのが大変かなとは思います。まあ確かにそうですよね。なん
なんか作品のその制作に関してもちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、廃材を使われてるじゃないですか。いろんなこう廃材があると思うんですよ。サイズだったり、素材だったり。こういうのって、作品ごとで選定するんですか？その、まあ、サイズは大きいやつに関しては大きいのだと思うんですけれども、素材感っていうんですかね。はい、そうですね。なんかその辺、まあ、分けたい気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、そこまで追いついてなくて、もうもらった時の箱のまま、どっかに置きっぱなしにしてる状態があって、ただ、まあ、そうですね、出来上がりのサイズ感によって、その細かい作品、細かい、材料だったら、じゃあこのぐらいだったら作れるかとか、大きいとか、ひもろぎぐらいのサイズ感だったら、じゃあこの材料でやるかっていうのは、なんか感覚としてですけど、目星はついてますし、もらった材料も大体は頭に入ってて把握してるんで、あ、じゃあこの作品にはあれ使おう、これ使おうっていうような感じはやってますね。ああ、そうなんですね。でもすごい量来ますよね。あ、そうなんですよね。だからうちの車庫は全部材料で埋まってますし、自分家もほぼ材料ですしみたいな感じですね。そうですよね。なんかそれこそめちゃくちゃでかいとかめちゃくちゃ長い、そのベニヤじゃないですけど、板みたいなのとかもあったりするってことですね。ちょっと割れちゃってとか。そうです、そうです。結構あるので、そういう大きいのに関しては、今、イワシを展示してる会場があるんですけど、そこに、こういう材料で作ってますっていう展示券の保管みたいな感じで置かせてもああ、なるほど。あ、それちょっと頭いいっすね。らった。ありがとうございます。なるほど、なるほど。でもそうっすよね。なんかそう、大きいものとかを、まあちょっと今は小さい作品ですけども、小さい作品も大きい作品もカットするときは、どうやってカットとかしてるんですか？わーっていうようなやつでカットしてるんですか？これがあれば一番早いんですけど、サイズ感も結構限られてく、使える材料が、使える機械が限られるので、まあ、手で切るときもあれば、その電動丸ノコっていうのでガーッと切ったりするってときもありますね。こちらのこのやっぱ小さめの作品、マゼランペンギンとかだと手で切って細かく。そうですね。まあ、さっきのザトウクジラ作った材料の端っこで、じゃあヒモロギぐらいのサイズを作った。で、その時、またヒモロギを作った時に出た細かい廃材がマゼランペンギンに回るって感じで、作った時の作品の廃材でどんどんサイズ感がちっちゃくなってくるので、あ、そっだから、か。そうです。あんまり加工したくない派なんですよ。そのありのままの材料で、その大工さんとかが切ったままの材料でなるだけ作って、どうしても加工しなきゃいけないところは自分で切るぐらいの形でいつも作ってるんですよ。なので細かいやつに関しても、まあ、どうしてもじゃない限りは結構そのままの形で作ることが多いですね。あ、そうなんですね。じゃあ結構もうほぼそのままで、本当にちょっと整形するかしないかぐらいでやってるんですね。そうですね。なんで、まあ、ヤスリで削るとか、細かくカットするっていうことはほぼないですね。ああ、そうなんですね。はい。すごい。本当に再生紙ですね。間違いなく。ございます。そうなんですね。いや、それもちょっと気になってて。そっか、あそこまで20メーターまで大きいのを作ると、そうですよね。廃材も大きいから、どん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 ちっちゃい廃材が出てきて、自分で出した廃材ですら作品するってことですもんね。そうですね。自分で出した廃材捨てたら廃材再生紙名乗れないかもしれないっていうのでちょっとビクビクしてるので。まあまあでもそうっすよね。いや、廃材出してるやんってなりますもんね。そうなんですよ。お前捨ててるやんってなるんで、そこはなるだ確かに。けようにしています。そっか、そこもちょっとね、大変っちゃ大変かもしれないですね。そうですね。はい。あ、そうですね。うわ、面白い。聞かせていただきました。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。ラフラボフェイスブック広告のですね、出稿代行サービスっていうのをちょっとやっていきたいと思うんですけれども、普通に文章と、あと、まあ必要であれば写真とか、まあ、あと動画も載せれるので、専用のツールがあるので、ジャンルだったりとか、そういうのをいろいろ絞ったりできるんですね。で、さらに自分の友達だけに出すとか。ラフット一問一答。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。
こちらのコーナーはですね、ゲストさんに一問一答でお答えいただいた後に、その中から気になったことを深掘りしていくっていうところになっております。ということで、早速質問に行きたいと思います。ラフット一問一答、スタート！制作時に苦労したことはありますか？欲しい廃材が手に入らない時ですね。思い出深い作品は？一番最初に作った作品がやっぱり思い出深いですね。趣味や気晴らしは何ですか？ものづくりになるんですよ、それも、うん。制作意欲を上げる方法を教えてください。結構なんか動画見たり、例えばアニメ見たり映画見たりっていうのが意欲向上ですね、はい。最近気になってることはありますか？自分の考え方は気になるというか、どうしようかなって感じです。人生のターニングポイントと思うのはいつですか？大学2年生ぐらいですかね。次いきます。ここは譲れない私のこだわりは何ですか？そうですね、こだわり、私の制作スタイルですか？はい、次いきます。好きな動物3選教えてください。オオカミとヘビと、あとヘビ食いバチですね。次いきます。カジさんにとって作るとは？私にとって作るは人生ですかね。最後になります。ご自身を褒めてください。いつも頑張ってるよよっいいよ頑張ってるありがとうございます。いやちょっとね、気になることがいっぱいあるので深掘っていこうかなと思います。はい、ちょっとこう思い出深い作品についてなんですけれども、一番最初の作品って、どのようなって最初に多分お話出た作品になるんですかね？そうですね、はい、さっき言ってた大学の頃に作った鹿になりますね。やっぱりそれがこう、なんていうんですかね、自分が変わったというか。そうですね、それ、多分作ってなかったら、今、こういうふうな制作スタイルというか、人生として、仕事してないんじゃないかって思うので。やっぱそうですよね。そこの作品で結構、重い、活動の重い、入れ方というか方向性だったりとか、ご自身の中でこういう風にしていく、こういう風にした方がいいっていうような、なんかこう変化とかあったりしたんですか？バッチリそのやりたいことが決まったっていうのは分かったんですけれども。いや、その辺なんか全然考えてなくて、最初は。で、やってみたらめっちゃ楽しくねってなったんですよ。そっから、そうなんです、しか作って、じゃあ次何作って、あれ作って、これ作ってっていうので、どんどん増えていくのも楽しくなりましたし、結構、まあ、需要っていうよりかは、求められやすいのかなっていうのは感じてました。なるほど。ってことは、もう本当に作ってみて、もう、どん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 、もうその時というよりかは、継続してやっていって、どんどんのめり込んでいくというか。そうですね、結構そういう感じでした。はい。そうなんですね。へえ。いや、続いてなんですけれども、制作意欲を上げる方法。はい、これね、ラフラボって見ていただいている方々が、こう、アートを携わっている方だったり、ご活動されている方もいらっしゃるので、結構制作意欲を上げる方法っていうのが気になっているのかなと思って聞いてみたんですけれども、動画、映画やアニメとかを見ることが、こう、創作意欲を上げるっていうお話だったんですけども、なんかどう、結構パッと聞いた時、どこがどういうふうにつながって意欲につながってるのかなと思ったんですけれども、なんか結構私単純なのでドキュメンタリーっていうよりかは、ノンフィクション系の例えば映画だったりとかで、すごい主人公の方がめちゃくちゃ頑張ってると、やべ、俺もやんなきゃいけないかもしれないっていうところでなんかこう、なんかね、やんなきゃっていうような形で上げて、なるほど、はい、なるほど、啓発されるっていうことなんですね。その通りで、そう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 。
あ、でもそれ、めちゃめちゃ素直ないい人じゃないですか。ピュアというか。ありがとうございます。そうなんですね。あ、でも、なんか、皆さんって僕もそうなんですけど、なんか活動するにあたって、自分の意欲とかスイッチの入れ方っていうのは、やっぱ分かってると楽ですよね。あ、そうですね。じゃあやるかって時に、やっぱこう、あ、で、その時にね、映画見てたらちょっと時間なくなるんですけ ど。確かに2時間ぐらい 奪われちゃうみたいな。なんで、まあ結構、まあやるかぐらいのタイミングで、アニメ見ながらとか、映画見ながらやるっていうのは多いですね。そうですね。そっかそっか。あ、でもいいっすね、それ。いや、ちょっとそういう見方をもしかすると僕してこなかったかもしれないです。ちょっあ、とそう本やって当で見てすか。み、ちょっとそうやって見てみようかなと思います。結構おすすめなんで。ですよね。わ、あいつ頑張ってるか、俺やんなきゃって。面白いっすね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと次なんですけれども、最近気になってることは自分の考え方っていうことだったんですけども、その、深井さんの考えられてる考え方が、こう、どう自分の中でまた気になってるんですか？そうですね。あ、別にナルシストってわけじゃないんですけど、あ、本当ですか？本当ですか？ まあ、今私、廃材再生士っていう肩書きを、まあ、自分で作って名乗ってはいるんですけど、まあ、その廃材アーティストって言った方が聞こえもいいし、わかりやすいっていうのはわかってるんですけど、まだ、アーティストの域に達せてないと思ってるんですよ。で、その理由としても、まだ私は、例えばさっきのヒモロギーで、でかい狼作った男なんですよ、まだ。あれを作ったアーティストとは、まだ胸張って言えないですよね。で、それに関しては、まあ、さっき自分の考え方が気になるって言い方したんですけど、それを作るにあたってだったりとか、もしくは、じゃあ、作るにあ、あのー、まあ、作る上で、どういう考えがあって、どういうふうに、何を伝えたいのっていうところが、まだふわふわしてるっていうところで、まだ自分の深掘りが足りてないな、アーティストとして、まだまだ未熟だなっていうところで、まあ気になるっていうか、いろいろ、まあしなきゃいけないっていうか、っていうところで、最近は、自分の深掘りっていうのをしています。そういああ、うのに。もう、まさに自問自答していくっていうところですよね。なんか、こう、お話聞いてて、自問自答していったり、自分自身を見つめてるっていう時点で、なんかアーティストなんじゃないのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、それが作品に置き換えて、生まれてきた作品で、こう、時代を変えたり、世の中を変えたり、いろんなメッセージがあったりっていうので、変わってくるかなと思うんですけれども、なんかそうやって自分を見つめ直している時点ではまだやっぱ足りてないなとは感じたりしちゃうんですかね。そうですね。まあ、最初の就職先で、トップアーティスト見ちゃってるんで、人に、そうそう、まあ、追いつくわけじゃないけど、ただ、やっぱ追っかけるんだったら、全然足りてねえなって思うので、まだ名乗れねえなと。あ、もう名乗れないですね。アーティストって言われてるぐらいだったら、自分はまだまだ足りてないなって思います。でもそういうご経験をされてるからこそ、こう、意欲も強まるし、作品に対しての思いとか、制作の、に対しての、なんていうんですかね、モチベーションとか、そういうのも全部つながってきますもんね。そうですね。結構直結することは多いですね。いや、ちょっと、じゃあ、あれですよね。廃材再生士から、廃材再生アーティストとか、廃材アーティストみたいなところ、時に対して待ってるので、見させていただきます。皆さんもぜひ見ながらね、SNS とか見ながらね。あ、肩書きちょっとプロフィール変わってるじゃんと思ったと、なったら、皆さんなんとなく心で感じてもらえればってことですよね。そういうことですね。お願優いししまく、す。え、で、優しく見守りましょう、皆さん。ありがとうございます。お願いします。で、ちょっとまだまだ聞きたいんですけども、ここは譲れない私のこだわりっていうところで、制作スタイルっていう、お伺いしていただいたんですけども、なんかこう、会社の中での制作スタイルっていうのは、どこがこだそうでわりすでね。すか？さっき、まあ、ちょっと話したんですけど、あまり加工しないっていうところが一つなのと、あとは、まあ、なんて言うんですかね。まあ、ヒモロギとか、やっぱ、ザトクジラとか、マゼランペンギンもそうなんですけど、なんていうんですかね。ああいう、まあ、どういう動物を作っても、ああいう風に見えるというか、
やっぱ統一感があるようなところっていうのは、まあ、譲れないとかこだわってるっていうところですかね。はい。それってやっぱり意識されてるんですか？その作品をどんなものを作ってもカジさんだっていう風に分かるようなデザインだったり形作りっていうのは。そうですね、結構まあ多分誰が見ていただいてもあれこれカジ君のっていう風にお声はいただくんですよ。でそれに関してもやっぱりそのさっきあと加工しないっていうところは割と廃材アーティストの方たち拝見するんですけど、あ、別にそれが悪いって話ではなくて一つの方法でもあるんでいいんですけど、例えば段ボールをね、使われてる方とかは結構細かく切ったりとか、またね、水で溶いてとか、なんかこうすごいこう元が段ボールとは思えない作品って結構よく見かける気がするんですよね。でそれは別に問題ないですし、そういう風に歌って作られてるっていうのはすごい方だって分かってるので、それは何も言わないんですけど、私はまだ廃材アーティストだから廃材再生師として活動してる分、廃材っていうところをちゃんと見せてあげた方がいいんじゃないかなっていうのがあるんですよ。なのでまあ廃材一つ一つにストーリーとか背景があるので、それを残したまま使ってあげることが廃材の魅力を最大限に伝えられるんじゃないか。その、見た人も、例えばその廃材を提供してくれた人も、あ、これ俺の廃材じゃん、みたいな感じで思ってくれた方が、廃材を使ってる意味があるんじゃないかなって思ってやってるんですよね。そうすると自然とというか、まあもちろん他にもたくさん細かいその技とかはあると思うんですけども、やっぱそこが大枠であるから、おかじさんの作品だっていうのがなんとなくこう表にも皆さんにも伝わってくるのかもしれないですよね。そうですね。私そういうふうにまあ一応考えてやってるので、まあでも私の考えが絶対正しいっては言えないので、全然皆さんの考えがあった上での制作だと思うので、すごい今保険に保険をかけてるところなんですけど。思うので、私は私なりにやってるってだけの話なので、はい、別に何も。いや、でも本当そうですよね。こう、どの作品を見ても、カジさんだっていうふうに分かるっていうのは、本当大事なポイントというか、強みですもんね。そうですね。そこは揺らがずにやっていきたいなと思います。ありがとうございます。いろいろ聞かせていただきました。ありがとうございました。ラフラボーカメラの中心からずっとぐるーっと回れるように見えるやつで、むしろこれがあるからこそもうより展示会に行ってみたいという方も。はい、そして最後にカジさんからご案内お願いいたします。はい、今年のゴールデンウィーク5月ですね。あ、4月29日から5月7日までのゴールデンウィークに、また先ほど、ご紹介いただいた、アートカフェアットアート跡地っていうイベント、まあ、その、私の作品をコーヒーを飲みながら、ゆっくり鑑賞していただくっていうようなイベントを、開催する予定ではいますので、インスタグラムとツイッターの方でまた告知させていただきますので、もしお時間ある方、タイミングがある方は、ご来場いただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、ぜひぜひチェックしてください。概要欄にも貼っておきますので、皆さん飛んでフォローお願いいたします。はい、ではじゃあ僕からも告知させていただきたいと思います。僕はですね、ツイッターを主にやってるんですけれども、アートプロデューサー指揮としてもいるんですけれども、プロシードという別途のアカウントを作りまして、そちらのプロシードっていうアカウントはいろんなアーティストさん、もうジャンルとかが、もう年齢とかキャリアとかも関係なく、アーティストさんの作品のリツイートとか、いいねとか、あと展示会の情報だったり、アートニュースだったりを発信とかしているアカウントがありますので、ぜひそちらチェックしていただけたらいろんな情報がわかるかなと思うので、フォローの方お願いいたします。はい。そして最後の最後になりました。カジさんにお聞きしたいんですけれども、今後の目標を教えてください。はい。まあ、ざっくり言えば世界にまず出ることですね。で、それのためには地道な努力をしていきたいと思っているので、まず目の前の階段を一歩一歩上がるっていうのが今の目標であります。ありがとうございます。いや、素晴らしい。いや、もうね、もう
2段飛ばし、3段飛ばしぐらいで上がってもらって、ハイザーアーティストとしてご活躍するのも楽しみにしておりますので、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今回のゲストは、廃材再生士の梶誠也さんでした。それでは次回もラフラボを見てください。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは、バイバイ。はい。